こんにちは、ガミくんです。今回はメルエム厳選終わったんで使ってみようと思います。で、使う場所はメルエムで使っていきます。で、今回の動画は、まずメルエムの使ってみたと、メルエムの、重心化解放完全無課金編成かつ、まあ、メルエムの完全無課金編成での立ち回り解説と、あとメルエム対メルエムやってみたみたいな、そういうネタ動画の、4つのネタを一つの動画にまとめようと思います。だから、YouTuber 的には、4席以上、見てる人にとっては、一つの動画で4つのネタを楽しめて美味しいみたいな。だから、投稿者的には、一つの動画で4つのネタを一気に消化するから、4席一丁みたいな。そんな感じ。で、これで。で、別に弱くないんですよ。一回ちょっとこれで、どれぐらいで勝てるかなと思ってやってみたんですけど、そんなに苦労しないというか、負ける要素が、入れ版からの、ダメを突っ込みぐらいしかないんですよね。それ以外は、別に火力面でも、使い勝手的にも、何も不自由ないんですよ。だから、普通に運枠としてあり、だからラグナロクとかを、まあ、運枠として使えない人は、別にこれ使ってもいいんじゃないのかなって。で、降臨3体とかだと、やっぱり、なんだろう、まあ、マダム全員編成とかの、ああいうワンパン系だと別にいいんですけど、まあ普通に成功法で立ち回ろうと思うのは多分船虫かな？船虫だったっけ？火属性のダメオ重力降臨キャラのあの子。あれを使うくらいだったら、まあ一体くらいなら別にメルエム入れてもいいんじゃないみたいな。ただ入れ版でダメを突っ込んだ時は、まあちょっとドンマイとしか言えないんですけど。なので、まあ重心化解放もうまいことできない人もメルエム使えばできるよみたいな。で、これ縦勘で削ります。これ怖いな。なんか勢い余って右に行きそうですごい怖い。これがやっぱり超 AGB 外せないキャラのちょっと難点。勢い余ってなんか突っ込んだりとか、あと入れ番して突っ込んだりとか、なんかそういうことがあり得るんで、そこにはちょっと注意が必要かなと思います。で、次が。まあ、あとユピーか。ユピーのとこ、これ右下じゃない？いや、違った。まあ、これ縦勘でいいか。で、ユピーは火属性なんで、まあ、カウンターキラーだ、特に乗せてもらえないんですよね、ここのステージ。一応初手は乗ってるんですけど、次の時からは、この、ハスのフォーミングが、だいたい後から来るんで、カウンターキラーこっちに取られちゃうんですよ。うわ、これ最悪、これ入れ番しそうなんですよ、これ。ほら、来た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 、これ加速する加速。うおー、ちょっと待って、おー、危ねえ。いや、これほんとかい。これ入れ番ほんとかい。で、火属性のダメもね、ダメージが大きいから、結構危ないんですよ。わー、これ、これ、で、あと、拡大、この衝撃が、基本的に、ユピーに飛んで、基本的には絶対ユピーに飛んでいくんで、ハスの HP 低いから。ハスの HP が高すぎるから、ユピーの方に飛んでいくから、全く機能しないんですね、友情で反撃起動みたいなのは。これは、うわー、怖いなー、これ。これがほんと怖い。これが全然削れないんですよ。やっぱり火属性相手だと HP を高い位置まで保ってないとあんまり削れないんですよね。で、カウンターキラーも乗せてもらえないし、これのせいで。あ、これでいける。これはいける。これはチャンス。で、こうやって進行方向と真逆にダメを展開してくれると一気に回復チャンスがやってくるんで、これで立ち回っていけばいいんじゃないかな。で、次が。うわぁ、そっちかぁ。これで。これで回復して、なんとか、いや、ここが一番難しいと言っても正直過言じゃないんですよね。これが一番難しい。特に HP 削られてると回復手段がなかなかないんで。よし、OK。で、これで削り切る。やっぱここが一番難しい。全部の6ステージで一番ここが難しいわ。王は生きていた。まあ確かに王は生きていたって言ってやってきてみたら5人いたら多分すごい驚くよね。唯一無二じゃなくても今遺言無録だからね。これで横勘で上がっていきます。まあこの辺は超 AGB だから多分そんなに苦労しないんじゃないのかな。で、誰からこれ誰から。いや、これが本当にね、サブ機からキャラ借りた時の一番の難点。わかんない。お、これはいいんじゃない？カウンターキラー、あ、カウンターキラー違えや。カウンターキラーあっちだった。まだハスに乗ってる時だった。くっそ。まあ、これ横勘で。まあ、でも、別に、火力は全然問題ないんですよ。カウンターキラー乗せられるんで、こんな感じで、別に、何も問題ない。で、超 AGB の加速もあるから、
これ縦勘で、まあ、これで倒しきれる。はい、でこれでカンカンしてよし OK。 うわーこれちょっと全回復してから抜けます。一旦だけちょっと縦勘で待機して次抜けようかな。で見てもらったら分かる通り別に、まあ、普通に使えるんですよ。だから割とおすすめ周回で。これでもうちょっと回復してよし OK。 ただダメを1回触れると2万ダメージだったはずで、ハートパネル1回7000なんで、ダメを1回触れると3回触れないと元取れないんで、まあ横勘でいくか。いやー横勘ちょっと怖いか。普通にこれでいきます。でこれで普通に回復しない。ただここは超 AGB がロボしかないから、ボス殴ってる時に入れ番しにくい。まあ入れ番してもそんなに加速してないから事故らなさそうだからすごい助かりそう。まあ、これ縦勘で、うおっ危ねえ危ねえ、ちょっと待って、次誰あ、まずい。これは回復できるかな。うわーこのロボの上入りたかったけど失敗したな。これは多分耐える。ただ横勘なんだよな。横勘で回復しなきゃいけない。ただ攻撃がないから、多分一番上のメルエムで回復できるはず。まあ、ここは別にダメを食らっても死ななきゃ、攻撃ないから大丈夫。で、ここ横勘で回復。これ真横勘失敗したら大変だからね。これほんと怖い。まあ、これぐらい回復できれば十分。真横感、やっぱね、上、仮に失敗して上行ったら一番最悪だから、それがね、一番ちょっと怖いんですよね。で、縦感で。うわ、下に行っとけばよかったな、ラスゲのこと考えると。多分これ縦感で削り切れるはず。あ、やべ、ここで抜けると大変だ。やべ、倒すな。なんでかっていうと、ここで抜けると右上スタートだと天使の上に挟まってるから、一番まずい。よし、OK。で、これで。よし、OK。危ねえ。抜けなくてよかった。メルエムが貴族性でよかった。非属性だったら完全にやばかった。で、これで、多分右スタートかな。まあ、超 AGB の利点は、やっぱこういう時に、縦勘で割と薄くいっても、ちゃんと加速して左まで届いてくれるから、これがすごい助かるんじゃないかな。で、SS もね、別に使う。正直、もう実質、超 AGB が自強化みたいなもんなんで、そんなにいらない。まあ、これはちょっともう使っておこうか。横下まで行きたいし。ただ、入れ番だけはほんと怖い。よし、OK。おー、すごいいい調整。で、次、縦勘で、この、なんだっけ、狼処理して。いや、攻撃通じてないじゃん。まあ、これ縦勘で、ジュジュジュしないよね。ああ、オッケーオッケー、大丈夫。で、次縦になるから、縦じゃない、左右になるから、縦勘で立ち回っていって、まあ、か、これは、これ縦勘で、まあ、適当に削ります。まあ、これも縦勘で無理なんで適当に回復しながら、まあ、ちょっと適当に回復しておきます。あ、やべ、あれ重複してる。よかった、クリティカルそんなに強くなくてよかった。まあこれ横勘で回復して次のちょっと SS 弱点殴りしたいな。横になんないかな。うわやめろ、いやこれもう倒しちゃうじゃん。まあいいや。でも SS、まあ、クリティカルちょっと2年あったからあれだけど、まあ、SS3 発残したままこれだけ勝ててるんで、すごい楽になるんじゃないのかな、多分。で、これで、多分ってか確実に倒せるじゃん。おー。だから普通にメルエムこれ使えるんですよね、周回でも。まあ、ちょっと過激乗せすぎなのはちょっと、参考にならないかもしれない。まあ、この辺は、頑張り次第という。でもメルエムって、よほど、まあ、アドゥブタ作ってない限りは、かなり強いキャラに使うキャラになると思うから、アドブタ作ってる人は多分メルエムそんなに使わないイメージあるな。なので、まあ、アドブタ作ってる、運極作ってる人なんてごくごく少数しかいないと思うんで、メルエムは、まあ、ハンターの書だったっけ、英雄の書を挙げて、まあ、厳選して普通に使う価値あると思います。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。